皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはストレスを減らして事業がスルッとうまくいく3つの解決法についてお伝えしてみたいと思います。私日々いろんな方とお話しするんですけれども、コンサルということでお話をする時もあるし、あとは普通の趣味でやってるようなところのサークルみたいなところで、まあ、いろんな方とお話しするときにお話を伺ったり、まあまあいろんなシーンでお話を伺うことが多いんですよ。で、まあその中で当然悩みとかを打ち明ける方とかもいらっしゃるんですけれども、私はその段においては特にコンサルではないので、その悩みに対してどういうふうに解決をするのかっていうことまでは言及しないです。あ、そうなんだっていう感じで聞いてるスタンスは取ってるんですけれども、ただそういう話を聞くにつけ、あ、そういうことだから悩みからなかなか抜けられないんだなっていうのがもう分かっている答えがあるんですよ。なのでこれは別にその人だけの問題じゃなくて、割と教室業の先生たちっていう方々のですね、悩みも似たようなところに大体落ち着くので、今日はその解決法ですね、考え方になるんですけど、そちらの方をちょっとお伝えしてみたいと思います。ストレスを、減らして事業がスルッとうまくいく3つの解決法ということをテーマにお伝えしていきたいと思います。はい、それでは、本題に入りたいんですが、まず多かれ少なかれストレスをね抱えている方って、まあ、いらっしゃるんですよ。で、私はストレスは少ない方です。というかほぼないですね。私の周りにいる割とこうガツガツ活躍していてうまくいってる方もあまりストレスの話って聞かないんですよ。だからそれは、まあ、どういうことなのかっていうと、まあ、簡単に言ってしまうとストレスをストレスとして感じてないっていうことですね。つまり他の方だったらストレスに感じるかもしれないぐらいのことも別にと済ましていることが多いから、結果としてストレスになってないんですよね。だからそのストレスのキャパシティの広さと深さと大きさが全然違う。だから余裕があるからちっちゃいことどうでもいいっていうか、あんまり気にならないっていう体質の人が多いわけです。だからぶっちゃけですね、そういう考え方になっていくとほぼストレスってゼロになっていくんですよ。だから今たくさん抱えているものとかあると思うんですけれども、考え方一つでだいぶストレスが減るはずなんですよ。なぜならばそのストレスをストレスと感じているのはあなた自身の心だからなんです。なので他の人から見るとそうでもないよねっていうことっていうことは、その人のキャパシティの感覚を真似できるようになったりとか、感覚に近づいていくことができると案外簡単に解決できるっていう、まあそういうメカニズムなんですね、要は。なのでその時の考え方ポイントをね、特に3つお伝えしていくんですけれども、まず1つ目が、自分の考え方の癖に気づくっていうことですね。で、2つ目が自分でコントロールできないことは諦めるということです。で、3つ目は自分と違う思考を持つ人に持つ人の思考を真似をするっていうことですね。こちらが一つの解決策になるので、こちらをちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、自分の考え方の癖に気づくっていうのは、これ気づかないんですよ。自分だけで考えちゃってると、他者と触れ合った時、しかもおそらく自分がこの人キャパシティ広いよねっていう人と、お話をする、相談をしてみると、多分自分の考え方の癖に気づくはずなんですよ。で、冒頭申し上げたように、私はかなりの方、日々 5,6 人はお話を受けているわけですよね。授業相談も含めて、特に私の場合には経営の方とマインドと両方見ていきますので、マインド系からの相談も当然あります。ご本人は経営の相談をしているつもりなんだけれども、結局それを解決するためにはご本人のマインドが変わらないと解決しないっていう話とかもあるんですよ。
で、考え方の癖っていうのはおそらく自分では気づかないんですね。で、ポジティブとネガティブっていう言葉とかがあって、私自身は、結構現実的に考えるので、ポジティブとネガティブっていうところのネガティブも別に全て悪いとは言わないんですよ。ネガティブのパワーっていうのは強いものはありますからね。だけれども願望実現っていう観点から考えると、ポジティブのパワーの方が早いんですよ、実現するのが。楽しいし。だから分かりやすい事例を言うと、例えばお金を稼ぐっていう事象があったとしますよね。達成したい、その先にはもっと人のために役に立ちたいとか家族を喜ばせたいとか、その先にあったとしても、事象としてお金を稼ぐという事象があった時に、自分がそれを楽しくってワクワクする仕事をやって稼ぎたいと思うのか、その稼ぐ理由がもうお金がないと生きていけないから稼ぐっていうこととか、前にバカにされた人を見返すために稼ぐとか、ネガティブパワーを反動力に変えてやるっていう力を作るっていうこともできるんですけれども、どっちの方が強いって、基本的にやっぱ楽しい形でやっちゃう方が、困難とかを困難って感じないでサクサクサクって進んでいくことができるから、達成までの期間が短くって済むんですよね、どちらかというと。だからネガティブパワーでやるのも悪くはないんですけれども、私はポジティブパワーの方でやっていく方がいいと思っているんです。そうすると、じゃあ考え方の癖って何が邪魔するのっていうと、自分は正しいと思ってそれをやっているわけですよ。だって自分がそう思ってるからですよね。で、自分の殻っていうのは自分ではなかなか破れなくって、よくできている、ないしはこの人っておおらかだよね、すごいよねっていう人と話をすると、あれ、自分の悩みって実は大したことないんじゃないかとかって気づいちゃう場合があるんですよ。この間、話をね聞いた方のところで、じゃあ例えばよくね、もしかして会社員の方とかから自営業になりたいっていう方とかね、いるかもしれないんで、ちょっと分かりやすいんで例を挙げるとしますけれども、例えばですね、会社勤めてるじゃないですか。で、私も会社勤めていたので、会社の中の人間関係ってストレスフルなことってあるんですよ。当然あります。それはね、理解できるんですよ。で、会社勤めをするということを選んでるのは自分なんだっていう観点から言うと、本当はですよ、本当はその辞める決断だってすることできるんですよね。いや、辞めたら今のお給料もらえないじゃないですかっていう言われますけれども、でも本当に嫌で精神的に蝕まれてその場所にいると健康も危うい、命も危うい、鬱になりそうっていうんだったら、その場から去った方がいいんですよ。で、お金が確かに入らないっていうことがあるとすると、準備をしておいて、それこそ違う職場転職っていう手だってあるし、自営でやるっていう手だってあって、その会社にいるっていう選択を自分がしてるから、ついでにそれがセットになってきてるっていう事象を受け入れるっていうことになるから、そこにいることが辛いっていうんだったら、単純な話、辞めればいいじゃないですかっていう話になっちゃうんですよ。で、お金がなくなりますよ、他で稼げばいいじゃないですかっていう。で、いや、それは大変だから。だから、そうすると、それは大変っていうのとストレスを抱えるのと、どっちが自分にとって人生的にいいのかっていう天秤をかけることになりますね。で、それでずっと例えばストレスを抱えながらやっていくと、例えば年齢がどんどん上になっていった時に、転職の確率がだんだん難しくなってくる時期になった時に、辞めたいと思ったら辞められなくなるとか、必ずしも私は辞めるっていうことを勧めてるわけじゃないです。会社員であろうと、鈍感力が強い人とかだったりとか、逆にメンタルがめちゃめちゃ鋼のメンタルがあって強い人って、多少の人間関係がどうでもやっていけたりとかするんですよね。だから、その人間関係がきついっていうふうに考えるのは、その方のキャパシティの量によって決まっちゃうから、他の人だったら全然平気な可能性もあるんですよね。で、これは自営の場合も一緒で、
例えばよく私いろんな皆さんからご相談を受けるんですけど、例えばすごく落ち込みました、こういうこと言われましたとかっていう話とかねあるんですけれども、それって本当に社会に出て、例えば私なんか部長職だったので、自分が悪くなくてもお客様からの批判を部下の代わりに受けることなんてしょっちゅうだったんですよ。そういうことからするとですね、すごいちっちゃい話なんですよその個人が個人に対して言ってくる話なんて、大したことない。だって被害額とか数百万円になるほど大きな訴訟になる話ってないですもん、そんなに聞いてて。会社対会社だと、その特に、ブライダル関連の時なんかは式がダメになりましたなんて言ったらね、損害賠償ってすごい金額になっちゃうようなアイテムとかを扱っていた業種業態、私あと家とかも扱ってましたんでね、そこまで大きな損害賠償になったことはないですけど、クレームの度合いの深さは一生に一度もの経営のものって強いんですよ。それに比べたらですね、教室業って一生に一度もほど重たいものは少ないと思ってます。かける金額も数千万とかないじゃないですか、数百万とか、一つのあれですよ、ワンレッスンでですよ。だからそう考えると受け止めるクレームの量とかもそんなに大きくないはずなんですよ。だからそれを自分でものすごく大きく考えて引き受けてしまって、自分で自分を苦しめているのは自分なんですよね。で、考え方と対処が分かればそれを対処すればいいだけなので、必要以上に自分をいじめてみたりとか、必要以上に自分が勝手に苦しむ癖を持っているのも実はその方の癖なんですよ。なのでストレスをたくさん感じるって思ってる人は、考え方の癖がそちらの方向に向かっているタイプなんだっていうのは自覚した方が健康的に過ごせます。そうじゃない方に行けば。だから自分の癖に気づくっていうことは必要で、これは一人では気づけないです。そういうふうになってない方と喋らないと、自分ってどういう状態なのっていうのを気づけない。で、あともう一つそこの時にポイントは、その人との話を聞いた時に素直に受け入れられるかどうかなんですよ。要は自分がそっちの世界に行きたいかどうかなんです。で、その人だからできるんですよって言っちゃったら絶対にその枠からは出ないので、同じことをずっと繰り返すことになります。同じことの繰り返しが嫌だったら、その考え方を取り入れてみる、そちら方向に自分が寄ってみるっていうこともチャレンジしてみることが必要になるので、どこのタイミングでやるかですよね。自分の殻の中に閉じこもっていたければ、別にいくら話を聞いても話が入ってこないはずなので、タイミングはあると思うんですけれども、冒頭のタイトルでストレスを減らしてスルッと事業がうまくいくっていうことを言うと、簡単にそれをしたかったら簡単に自分が動くっていうことをやってみないと、体感としておそらくわからないんじゃないかなっていうふうに思ってます。これが一つ目ですね。で、二つ目、自分でコントロールできるできないことを諦めるっていうことですね。人間関係もそうだし、お子さんとかあと両親との関係とか、特に介護問題が関わってくる子どもの病気とかっていう領域って、自分がいくらどうやっても本人になり変わることもできないし、手伝うことぐらいしかできないんですよ。で、そういうことに対してストレスを抱えてしまうと、コントロールできないことはコントロールできないこととして、それ以外の対処策はないかって考える必要があります。例えば上司がものすごい嫌いで人間的にひどすぎてっていう場合とか、部署移動願いが言えるか、多分そんなのなかなか通らないと思います。あとは会社を変えるかっていうことですよね。で、なんでそんな上司のために会社変えなきゃいけないんだとか思った時に、ぶつかっていくやり方もありますよ。案外腹を割って話したら大嫌いだと思った上司が実は案外いい人だったって分かったとかね、私もすっごい間の合わない同僚がいて、ある時ある事件というか、きっかけに和解して、そこからすごい仲良くなったんですけど、実際にぶつかって雨降って地固まるっていうパターンもありますし、さらに険悪になる場合もあるんで、いろいろありますけれども、そこをやってみてっていうことだってありえますよね。で、それでもダメだっていうんだったら、どっちが動くかって言ったら、その上司が動かないっていうのが分かっちゃってるんだったら、
自分が動いて早いうちに環境を変えるっていうことだってできるし、その上司とうまく付き合う方法を考えて人間修行のためにやってみる。これはこれでね悪くないんですよ。変な上司と上手に付き合えるような処世術を身につけると、一般のお客さんってそこまで変な人いないんですよ。そうすると、あの人よりマシだと思うと大概のことに耐えられる耐性が身につくので、まあ、だから私営業職だったから、まあ、大抵の人変な人いないぐらいの勢いです。たまに当たりますけどね。でもそれは営業職時代に当たった理不尽なことを言う変な人よりは相当マシで、一般人の方が企業とか法人の方が変な人多いですね。変な人に当たった場合には、まあ、特に会社対会社なんで、まあ、本音で腹を割って話し合いにくいっていうのはありますけどね。会社上の建前っていうのは当然ありますから、私個人が言いたい回答があったとしても、会社としてその回答が認められない場合には、まあ、言っちゃいけない範疇になりますからね。そういうところはあったりします。なのでコントロールできることとできないことっていうので、できないことはね諦めた方がいいんですよ、基本的に。でそれを自分ができないことなのに、そのことに対してストレスを抱え続けると体壊します。だって自分でどうしようもないことだから。自分の努力でどうにかなることは努力したらいいと思いますけど、まあ、多分一番どうにもならないのって人間関係かなと思ってますね。はい、自分の心を殺しながら、愛想笑いで付き合っていくっていう方法も当然あります。大人ですからね。それでも嫌だったら上手にその人と付き合わない方法を学ぶとか、まあそこの場所から去るっていう、それって逃げっていうかもしれないけど、変にトライしに行って、で余計に自分の心が病んでっていうぐらいだったら、その場所から離れるっていうのも正解なんで、そういう逃げる自分っていうものも自分で認める必要があると思います。逃げられない自分を作ってるのも自分なんで、はい、だから環境は自分で変えられるんです。相手は変えられませんけどね、っていうのが2番目です。で3番目、自分と違う思考を持つ人の思考を真似するっていうことですね。自分が今うまくいってないと仮に感じていて、しかもストレスフルな人生を送っているともしも感じているのであれば、ストレスを持ってそうにも見えなくて楽しそうにうまくやってる風な人の思考を手に入れる、真似をしてみるっていうことはすごく分かりやすくて簡単な方法です。私は割とストレス少ない方です、基本的には。特に自営になってから、自分で自由にできるから。会社員の時の方がストレス多かったですね。とはいえそれでも他の人が抱えてるストレス系よりはまだ少ない方でしたかね。やっぱり一番重たかったのは人間関係ですね。自分にとってやっぱ変な人っていうふうに思っちゃう人っていうのは結構多かったですし、私の場合には結構直接言ったりとかしますので、直接言うっていうことは言葉の刃なので、相手を切った分自分にもそのまま同じ反動が返ってきますから相当きついです。だから自営になってからそういう言葉はなるべく使わないようにしていて、当然健康状態もいいですし、はい、そういうね動きが必要になってくるんですよ。だからそれはやはり自分で個人事業主でやろうって決めた時に、いろんな人、先輩の、まあ、特にうまくいっていて人間的にも好きだなっていう方のセミナー聞いたり講演聞いたり、本を書いてる方だったら本を読んだり、その思考を手に入れるとやっぱりね、悩みちっちゃいなとかって思いました。その時にこういう考え方ってちっちゃいな私とか思って、でそうしていくとキャパシティと器が広がってくるから、自然と人間関係も広がっていって、そうすると出会いとか、まあ、お仕事の出会いもそうですし、あと考え方ですね。やっぱり多少のことではどうってことがないっていう考え方が身につくようになると、本当に全部どうってことないっていうことになっていくので、結果すべてうまくいくっていう状態になります。なのでストレスを抱えていて
もう胃がキリキリしてて体がきつい体調悪いっていう人はまず自覚してほしいのはその状態を作ってるのは自分だっていうことですね。だから自分がその状態を作らないと決めれば作らない方向に動く選択肢も持っているんですよ。その中に閉じこもっちゃってるとそれしか世界がないように感じちゃうことが多いから、まあ、特に私はもう50過ぎてますから40代とか30代後半の時くらいはね、まあ、そういうふうに考えちゃうこととかもあったのでわかるはわかるんですけれども、まあその年代を過ごしてきた、ね、まあ、人生のちょびっとだけ先輩から言わせていただくと自分が思っている状態っていうのは自分が作っちゃってる窮屈な壁を自分で作っていることになっているっていうことを理解すると、その壁を取り払えば割と簡単に解決策って見つかったりします。で、自分が見つけられない場合にはそれを解決を導いてくれそうな人の意見を素直に聞いてみるっていうのも一つの手なので、ぜひそんなことも実践していただければと思います。はい、それでは、本日のまとめ3ついきます。ストレスを減らして事業がスルッとうまくいく3つの解決方法。その1、自分の考え方の癖に気づく。その2、自分でコントロールできないことは諦める。その3、自分と違う思考を持つ人の思考を真似をする。こちらが一つの解決策になりますので、はい、もう少しね楽に生きてみましょう。自分で自分をいじめてしまうタイプの人はね、そんなことを思った一日でございました。よろしくお願いいたします。それでは。